こんにちは、湊ゆうきです。今日はですね、質問に一つ答えていこうと思います。初恋っていつだった？初恋、なんかどれを初恋って言えばいいか分からんけど、多分一番最初はいつやろうな、保育園か小学校の時ですかね。なんかね、めっちゃ仲いい、親がめっちゃ仲いい人がいて、その人の子供とよく遊んでたんですね。なんかどっか行って、一緒にどっか行ったりとか、どこやろう、動物園とか行ったりとか、あとはなんか福井に恐竜博物館ってあるんですよ。とか、あとは何やったかな、エンゼルランドみたいな、なんか遊ぶ場所があって、科学博物館っていうんかな、なんか名前忘れてしまったけど、なんか面白いところがあって、そこでよく遊んでましたね。で、その人とは、どんくらいやろ。もう最後に遊んだのが、その辺なんで、8歳と仮定して、その記憶が全然なくて、曖昧なんですけど、多分8歳やとしたら、僕今21歳なんで、12、13、13年前ぐらいですかね。多分それかな。でもなんかその頃ってもうなんか恋とかそういう概念がなかったんですよね、僕。なんでなんかそれをなんか微妙なんで、それ含めないとしたら、何やろな、小学2年生？ 1 年生？ 2 年生？ 1 年生か2年生の時に、同じクラスの女の子がいたんですよ。その人が、最初になるかな、多分。そうっすね。で、なんか、手紙とかやり取りしてたんですよ。そうそうそう。懐かしい。で、その人と小学6年生までの5年間ぐらいかな。なんかずっと一緒に遊んだりとか、あとなんかその頃ってアメーバピグっていうゲームが流行ってたんです。ゲームというか。何？ネットの、あれ、なんていうやつ？分からんから、なんか調べてください。多分知ってる人は知ってる。そう、それで一緒に遊んだりとかしてましたね。懐かしい。マジで、何年前？一番最後で12歳やから、8、9、9年前ぐらいですね。やばい。めっちゃ昔。そう。そういう思い出がありますね。まあ特になんか多分、そんな知りたいって思う人おらんと思うから だってなんかあれば答えますね。って感じで。初恋はいつだったでした。他の動画も質問あと30何個かあるんで、気になったやつあれば見てください。それじゃあバイバイ。